皆さん、こんにちは。私はチャイタニヤ・バンナーレです。インドから来ました。この日本語コースの初めの時、私は日本語で話すことが全然できませんでした。でも今、私は日本語で少し話すことができます。それで私はこのコースの教えるのが上手な先生全部に心からありがとうございますと言いたいです。インドは美味しい食べ物、特にカレーといろいろな伝統がとても有名です。それにインドの映画もとても有名だし、面白いし、いろいろな国のたくさんの人がとても好きです。今日私のスピーチはインドの映画の会社についてです。インドの初めの一番初めの映画はラジャ・ハリシチャンドラです。その映画は1913年にダダサイ・ファルケによって作られました。その映画には声がありませんでした。1931年に作られた映画アラム・アラから声が入った映画をが作られ始めました。一つの映画に5つか6つぐらい歌がありますから、インドにたくさん歌手もいます。インドの女の人の歌手ラタ・マンゲシカはインドの一番有名な歌手です。ラタは64年前歌うことが始めました。今も歌っています。今から35ぐらいいろいろな言葉で3万5千ぐらい歌を歌いました。すごいですね。ラタの妹アシャ・ボスレーも歌手です。54年前から今まで1万2千ぐらい歌いました。私の好きな歌手はアシャ・ボスレーです。インドの映画の会社にたくさん俳優もいます。1994のミス・ワールドアイシュワリア・ライとミス・ユニバーススシミタ・セン俳優です。インドの女の人の歌手マドゥバラは私の好きな俳優です。でも私の生まれる前にその俳優は死にましたから、ちょっとインドの男の人の俳優アミタバッチャンはインドの一番有名な俳優です。これはアミタバッチャンの写真です。アミタバッチャンの蝋人形はロンドンのマダム・トゥサード美術館で今あります。皆さん、蝋人形は英語でスタチューオブワックスです。インドの映画の会社に毎年800ぐらい映画が作られます。インドの映画の会社はインドの本当にプライドです。では皆さん、ここで私のスピーチを終わります。私のスピーチを聞いてくれてありがとうございました。